日産、プレサージュ、プレサージュ、プレスチは、日産自動車が生産していたミニバン。初代の生産は、栃木工場で、二代目は、九州工場、現、日産自動車九州で行われた。1998年6月23日に発売、N30 型ルネッサのプラットフォームをベースに、オデッセイの対抗車として設計された。一部のメディアやユーザーからは、 ラルゴの後継者として見なされることもあるが、直接的には、つながりはなく、また、シャシーや、車格も違うため、全くの新規車種と捉えるのが正しい。市場高の高いルネッサをベースとしたため、高床パッケージングとなり、販売は伸び悩んだ。また、全ドアが、ヒンジドアのオデッセイの対抗車として開発されたため、プレリージョイに採用された、スライドドアは採用されず、鉱石ドアも、 前席ドアと同じ前ヒンジドアを採用した。また、高級車から乗り換えても違和感のない高級感をアピールしていたこともあり、30代から40代のファミリー層のみならず、セドリックやグロリア等の高級車から乗り換える50代から60代の中高年層もターゲットとしていた。エンジンは V 型6気筒3.0リットルの VQ30、手型ガソリンエンジン、 直列4気筒2.4リットルのカ24、出型ガソリンエンジン、新開発の直列4気筒、直噴ディーゼル2.5リットルのヤード25ダキー、型インタークーラー付けディーゼルターボエンジンの3種類で、全車4速オートマチックが組み合わせられた。2000年頃には、開発が開始され、2003年7月24日に、モデルチェンジ。目標月間販売台数は5000台。 プラットフォームは FFL プラットフォームを採用した。鉱石ドアには新たに両側スライドドアがリアゲートにはガラスハッチが採用された。なお、2列目助手席側のシートは横へスライドさせることができるようになっており、キャプテンシート2人掛けとベンチシート3人掛けとを使い分けることができる。また、仙台ではその高床パッケージングが不評であったが、 ティアナーなどのセダンにも用いられるプラットフォーを使用することにより低彰化がなされた。2006年5月29日には大幅なマイナーチェンジが行われ、それまでの地味な印象を廃止、社内外ともにデザインが大幅に変更されたが、これにあたってはフルモデルチェンジに近いマーケティングリサーチが行われた。なお、初の海外販売として香港に輸出が行われ、追って、 シンガポールへも輸出が開始された。ただし、2.5リットルエンジン搭載車のみの輸出に止まっている。エンジンは、V 型6気筒3.5リットル VQ35、D 型と、直列4気筒2.5リットル QR25、D 型の2種類が搭載される。初代に設定されていたディーゼル車は設定されない。VQ35 でエンジン搭載車には、 エクストロニック CVT が組み合わせられ、QR25 でエンジン搭載車には4足 AT が組み合わせられる。先代は他の日産 CRV に多かった前輪のみ、ベンチレーテッドディスクブレーキであったが、この代より4輪ディスクとなった。また、2006年5月のマイナーチェンジでは、メカニズム的には大きな変更はなかったが、エンジンの静寂性が向上された。 社名のロゴはプレスッジから日産の統一書体 NE-01 のプレスッジに変更され同時にプレサージュのエンブレムが廃止されて日産の CI に変更されたインパネにはプラットフォームを共有するクエストにも採用されたセンターメーターが取られていたが2006年5月のマイナーチェンジを受け廃止されたなお クエストについても同年にセンターメーターが廃止され、後のエクストレールのフルモデルチェンジを機に、日産製のモデルからセンターメーター車は完全に廃止され、三菱自動車工業のエックワゴンからの OEM 車であるオッティもエックワゴンのフルモデルチェンジでセンターメーターが廃止になり、その OEM 車であるオッティもフルモデルチェンジの機に名称変更、NMKV 越しに共同開発、 製造は三菱のままされたデーズの販売開始により生産終了となった。これにより日産の販売ラインナップからセンターメーター車は完全になくなった。このマイナーチェンジではエクステリアデザインも大きく変更され同社の SUV であるムラーノと共通テーマを持つフロントとなった。また後期型ハイウェイスターのバンパーにはエルグランドハイウェイスターのテーマが継承されている。 グレード構成は当初16インチアルミホイールなどを装備する上級グレードの X16 インチフルホイールカバーを装備する V 専用フロントグリルバンパー17インチホイールを装備するハイウェイスターが用意され3.5リットル車は X のみに用意されたその後二千五年十二月のグレード構成見直しにより標準車のグレード名称が下から 250XG、250XG 250エアロ、350XV となり、排気量がグレード名に付属するようになった。2006年5月のマイナーチェンジの際にも、グレード構成の変更が行われ、下から 250G、250XG、250XL となり、ハイウェイスターのみに3.5リットルと2.5リットル両方のエンジンが用意された。 なお、250G については2007年6月のマイナーチェンジで 250XG に統合された。予感を意味するフランス語、プレス G から、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。